はい、プレイボールどうも野球人です。オリックス斉藤光輝、日本ハム石川遼、1対1のトレード発表ということでございまして、オフに入ってですね、まあ、かなりトレードが活発に行われてます。特に日本ハムなんかですね、まあ、これで3件目というところになるんですけれども、トレード発表されました。斉藤選手と石川選手、ピッチャーとキャッチャーのトレードというところで、まずはですね、記事からチェックしていきましょう。オリックス斉藤と日本ハム石川遼のトレードが発表。日本ハム石川遼捕手とオリックス斉藤光輝投手の1対1の交換トレードが成立、10日両球団から発表された。斉藤は北海道札幌市出身のドサンコサワンですね。北昇高校から14年ドラフト5位でオリックスに入団。20年は自己最多32試合に登板し、1勝1敗4ホールド。今季は5試合の登板にとどまったが、ウエスタンリーグではチームトップの50登板で1勝2敗防御率 2.41 と好成績を残していた。日本ハムは救援左腕が補強ポイントの一つでもあるということですね。石川遼は帝京高校から13年ドラフト8位で入団。巧みなリードで投手陣を支え、作戦実行能力を持つ。昨年は自己最多の60試合に主将リーグ連覇、26年ぶりの日本一を達成したオリックスは石川遼の獲得によって補助層を厚くした。国内 FA 権を行使した西武森の獲得に動く方針を固めている一方で、主戦捕手の伏見が同様に国内 FA 権を行使、オリックス残留を含め日本ハムが本格調査に乗り出している状況だった。新庄剛志監督率いる日本ハムにとって今オフ3件目のトレードを10月18日に渡辺亮内野手、高浜内野手と阪神江越外野手、斉藤投手による2対2、今月2日には佐藤内野手と西武山田遥内野手による1対1のトレードが発表されていたということでございます。はい、というわけで、まあ、オリックスと日本ハムのトレードというところでございます。まあ、斉藤選手はね、まあ、ピッチャーっていうところと、また地元の選手っていうのがやっぱ大きいのかなっていうふうに思います。まあ、割とですね、近年そういう選手を、集めている傾向はあるのかなっていうふうには思いますし、まあ、石川選手もね、まあ、オリックス的には本当キャッチャーが少なかったので、まあ、そういうところのトレードにはなったのかなっていうふうには感じますが、で改めてね、どういう選手かというところ、成績とともにチェックしていきましょう。はい、では見ていきます。斉藤光輝選手、プロ8年目の選手です。出身地は北海道、1996年12月18日まで25歳、182cm、93kg、ポジションピッチャーで左投げ左打ちのサウスポーの選手でございます。斉藤選手は2014年ドラフト5位指名でオリックスに入団。今季年俸1300万円ですね。先ほど見ましたが、北昇高校からオリックスに入団、高卒の選手でございました。斉藤選手はだいたい平均球速が約138キロほどですね。球種はスライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームなどを投げます。2年目に1軍デビューを果たすも、その後はなかなか1軍定着とはなりませんでしたが、6年目の2020年に自己最多となる32試合に登板します。左の変則リリーバーとしてついに頭角を現しました。しかし飛躍を期待されていた昨年は2軍で好成績を残し続けるも、1軍ではリリーフ陣が鉄壁であったため、わずか4試合の登板に終わり、今季も主に2軍での登板となっていたということですね。まあ、変則左腕っていうところで、比較的ね、こう、まあ、どのチームでも需要はある選手かなっていうふうに思うんですけれども、まあ、オリックスはですね、やっぱなかなか投手層っていうのも厚いチームですし、特に去年今年なんかはですね、2軍でいい成績を残しているにもかかわらず、なかなかこう1軍でね、使われる機会っていうのもほんと少なかったというところでございます。で、成績見ていくと、通算では1軍で58試合ですね、1勝1敗5ホールド、 47.0 イニング、防御率 6.13 ということで、防御率は高いんですけど、ウィップ 1.62、 奪三振率 8.62 ということで、しっかりと三振は取れていることがわかります。はい、で1軍のね、今季の成績見ていくと、5試合で0勝0敗 5.1 イニング、防御率 6.75、 奪三振率 8.44、 与四球率 1.69 ということで、まあ、今季もですね、1軍では打たれてはいるんですけど、スタッツはですね、全然悪くないよというところでございました。で、2軍でもですね、しっかりと投げれておりまして、今季は50登板にね、投げているんですね。1勝2敗41イニングですね。防御率も 2.41 というところで、まあ、しっかりと成績残しております。さらに、奪三振率は 12.29 というところで、まあ、ちょっとね、圧巻の数字が残っているかなっていうふうに思いますし、与四球率も悪くないというところ。まあ、昨年もね、本当2軍で似たような成績っていうのを残しておりましたので、まあ、1軍でしっかりとね、本当使ってあげれば、ある程度成績残したんじゃないかなっていうところでもあるんですけど、まあ、本当ね、チームが優勝争いしていたっていうところもあって、チャンスを与えられなかったっていうのが、まあ、この 1,2 年間だったのかなっていうふうには感じますが、
はい。で、まあ、斉藤選手ね、コメントも出ておりますので見ていきましょう。突然のことだったので本当に驚いているのが正直な気持ちです。バファローズで8年間結果を残していない中でも応援していただいた皆さん、ここまで育っていただいた球団関係者の方々、チームメイトには本当に感謝しかありません。新天地で活躍することがこうした機会を作っていただいたバファローズ、ファイターズ両球団への恩返しになると思っています。これまで応援していただいた方々や、ファイターズの皆さんにいいプレーを見てもらえるように、これからも頑張っていきたいと思いますと。まあ、急だったというところで、まあ、驚かれているということなんですが、まあ、やっぱ本当ね、2軍で残していたスタッツっていうのは圧巻でございましたので、環境を変えればね、本当、大活躍する可能性も秘めている投手ということで、まあ、本当、注目でございますが。では、続いて石川選手の方もチェックしていきましょう。はい。続いて石川選手ですね。石川遼選手、プロ9年目の選手です。出身地は神奈川県、1995年7月20日生まれ、27歳。181センチ、85キロポジションはキャッチャーで、右投げ、右打ちの選手でございます。石川選手は2013年ドラフト8位指名の選手でございまして、今季年俸1700万円ですね。高卒でプロ入り後は1年目から1軍に出場し、2年目に開幕1軍入りも果たしました。しかしそこからはなかなか1軍定着とはならず、主に2軍での出場がついておりましたが、19年にはですね、最多勝を獲得した有原航平投手とバッテリーを組んだこともあり、46試合に出場します。昨年も自己最多の60試合に出場したものの、今季は宇佐美選手の台頭もあり、昨年を大きく下回る23試合の出場にとどまっていたということですね。はい、石川選手ですね。まあ、日本ハムに入団した経緯っていうのは、まあ、入団テストを受かって、まあ、そこからドラフトで指名してもらったというところでございました。で、まあ、1軍での出場っていうのも結構ある選手でして、去年も60試合出ていたと。ただ今季はね、なかなかちょっと試合に出れなかったっていうのもあって、まあ、戦力外候補とかにもですね数えられていた選手なんですけれども、まあ、ただそのリリースの発表とかはなくですね、まあ、こう現役ドラフトもあるんじゃないかみたいなことも言われていた選手でございましたが、まあ、この度トレードと。で、通算で見ていくと207試合で1割9分63安打、 OPS 0.452 ということで、まあ、リードには定評のある選手なんですけど、打つ方はですね、まあ、そこまでいい成績ではないというところではあります。で、今季の1軍では23試合で1割5分6厘、45打数7安打 OPS 0.347 ということで、今季もですねやはり打ててはいなかったのかなと。で、2軍では30試合で1割8分8厘、69打数13安打2ホーマー、 OPS 0.595 という成績でございました。まあね、やっぱ、改めて見ていくと打力はそこまでっていう感じではあるんですけど、27歳とですね比較的若くて、まあ、一軍経験も結構出ているキャッチャーっていうところで、まあ、そういう面で見るとですねやっぱ希少性はあるのかなっていうふうには思いますし、まあ、今回のトレードもね納得かなというところでございますが、はい。で、コメントもあります。見ていきましょう。入団テストを受けてファイターズに指名していただいて、約9年間本当にいろいろな経験をさせてもらってここまでやってくることができました。今まで関わってくださった方々とファイターズという素晴らしいチームに感謝の気持ちいっぱいです。ファイターズで野球をやってきたからこそ次のステージに行けると思ってますし、この移籍がマイナスことではないということ、プレーを通じてしっかり見せたいと思います。温かいご声援をくださったファイターズファンの皆様と、これまで携わってくれたが全ての方々に恩返しするためにも、また一軍の舞台で見つけてもらえる選手になりたいです。ルーキーに戻った気持ちで新しいチームでこれからも頑張りたいと思いますので、変わらぬご声援をお願いいたしますということで、まあ、しっかりとしたコメントを出しておりました。まあそうですね、石川選手にとってもなかなか出れなかったのが今季というところで、まあそんな中、まあオリックスに行ってチャンスをね掴んでいただきたい限りでございますが、はい。というわけで、まあこの2人のトレードでございますが、こちらも見ていきましょう。はい。で、今回のトレードに関してはですね、まあやっぱキャッチャーが欲しかったオリックスというところですよね。現在ですね、オリックスに関してはキャッチャーが伏見選手合わせて5選手しか試合下でいません。まあ育成ではいるんですけれども、まあ仮に森選手が取れずに伏見選手が FA で出て行ってしまった時はですね、試合下のキャッチャー4人になってしまうというところで、まあそれはさすがにまずいだろうっていうところで、やっぱキャッチャーは欲しかったわけですよね。まあそういうところでもですね、やっぱ石川選手獲得できたのは大きかったかなっていうふうに思いますし、日本ハム的にもですね、まあ今季ですねキャッチャーのリリースっていうのがなかった中、ちょっとですねキャッチャーの数も多くなっておりましたので、まあそれだったらうちが出せるよというところだったのかなっていうふうに思います。で、さらに今日本ハム側もリリーバーが欲しいっていう事情もありますよね。昨年ねリリーフ結構苦しんでいた日本ハムですよね。かなり悪い数字が出ておりましたので、そこでしっかりと埋めてくると。ピッチャーで言うと、阪神から斉藤選手を取ったようにですね、今回は左の斉藤選手を取ってきた。まあ2人ともですねやっぱスタッツっていうのも抜群にいい選手です。三振もものすごく取れる2人を取ってきたので、
まあ、左右のですね、斉藤選手で、まあ、しっかりと来季のリリーフ陣っていうのをですね、整備していきたいのかなっていうふうには感じますが、まあ、そう考えると、まあ、こう、お互いにメリットのあるトレードだったのかなっていうふうに思います。まあ、ピッチャーとキャッチャーなので、こう、どっちが損得とかですね、なかなか言い切れないところもあるんですけど、まあ、これがね、今後どうなっていくかというところ、非常に楽しみでございますが、はい。というわけで今日は以上です。最後の徹底の反応を見て終わりましょう。はい。では、ネットでの反応ですね、見ていきましょう。現役ドラフトのおかげで、トレードが活発化しているのは、球団にとっても、選手にとってもいいことやね、ということですね。はい。そうですね。まあ、やっぱこう、現役ドラフトの影響ってのはかなり大きいのかなっていうふうに思います。まあ、言うなればですね、まあ、かなりの大型トレードが現役ドラフトにはなってくるので、まあ、それより前にね、こう、整理しそうなところを、まあ、しちゃおうっていうところなのかなっていうふうに思います。うん、まあ、それもあってね、日本ハム、今回3件目のトレードというところなんですけど、まあ、ただ日本ハムだけがですね、まあ、トレードを、できるわけではないので、相手球団あってのことなので、まあ、それを了承する球団が多いっていうのがですね、まあ、今年の動きになってきてるのかなっていうふうに思いますし、まあ、間違いなくね、こう、現役ドラフトがあるっていうことは影響しているんじゃないかなっていうふうに思います。で、やっぱまあ、日本ハムもね、ほんといい補強できてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、2軍で高スタッツの選手を、こう、どんどん引っ張ってきています。しなんか本当ねちょっと来年ガラリと変わるんじゃないかなっていう風には思っておりますので、まあ今から非常に楽しみですし、まあ、オリックスもね3連覇に向けてしっかり動いているっていうのは本当好印象かなっていう風には感じますね。で、こちら見ていきましょう。この動きでますます FA が読めなくなってきたなというところで、まあそうなんですよね。で、これがどうなってくるのかというところ、まあ今期ですね、FA 市場、特にキャッチャーに関してはですね、ちょっとどうなるんだろうっていうところになってます。森選手、伏見選手、そして、峯井選手、この3選手が FA 宣言しております。オリックスはですね、まあ伏見選手が出ていくかどうかというところと、森選手を獲得するのかどうかというところ、さらに日本ハムは伏見選手を獲得に名乗りを上げておりまして、で、あとは、まあ、アリエル・マルティネスですよね。が、まあ、日本ハム入りするんじゃないかっていう話も出てます。まあ、これはね、後で動画にもするんですけど、まあ、そんな中で、じゃあ今回、まあ、日本ハムが石川選手を出した意味って何なの？オリックスが石川選手を取ってきた意味って何なの？っていうところをですね、見ていくと、まあ、読みづらくはなっているのかなというか、まあ、いろんなね、こう、ケースが想定されるので、まあ、一概にどうとは言えないんですけど、まあ、結構ね、大きな動きなんじゃないかなっていう気はしますよね。まあ、FA ですね、交渉解禁っていうのが、まあ、明日になるのかな、11日からというところになっております。まあ、ほんとね、まだ、誰がどこに行くかっていうところは分かっていないんですけれども、まあ、今回のトレードで、まあ、うっすらこう見えたところもあればですね、ますます分からなくなったところっていうのもあるのかなっていうふうには思いますので、まあ、その辺も含めてね、まあ、今年のオフはですね、キャッチャーの移籍っていうのが、ほんとね、活発になりそうな感じでございますが。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット。ありがとうございました。